Sorry, excuse me. Could you repeat? Sorry. Sorry. 電話が終わりました。結構しますね。ですね、まず、全部カバーしてくれる、フリーコンプリヘンシブという、プランがあるんですけど、これは、盗まれちゃった場合も家事も、それから、まあ、もちろん相手へのダメージ、それから自分の怪我その他も全部カバーしてくれるやつですね。で、もう一つがサードパーティーセフト&ファイアーというやつで、これは自分のダメージや自分の何て言うんですか、自分のバイクはカバーしてもらえないんですけど、他は全部カバーしますよというやつです。で、僕は勤め先にですね、行く可能性があるんで、これ勤め先にね、自分の車で行くとなると値段が変わるんですよ。で、私とか言って私はあちこちちょっと、行く場所あるもんですから、配達とかはしないんですけど、何か所かに建物があってそこを転々とする時があるんで、それぞれについて値段が違うんだそうです。まず、仕事には一切使わない、行く時も使わないし帰る時も使わないっていうやつだと、全部カバーしてくれるやつだと598で、盗まれるやつだけだと、496ですね。で、勤め先一箇所に行くためだけであれば、これはどれだ、コンプリヘンシブが608で、サードパーティー&ファイヤーが503で、何箇所もあちこち転々とするの全部カバーしますよっていうやつだと、コンプリヘンシブだと716高いですね。高いですね。日本円でいくらぐらいになるんでしょうね。で、サードパーティー&ファイヤーだと581ということで、まあ念のため一箇所はカバーしてほしいなと思いましたので、一箇所カバーしてくれて、でなおかつまあ100違うんでね、まあ、自分のカバーはよろしいということにしようかということで、バイクだけのカバーにしました。これ結構一般的です。まだ等級が全くありませんので、なんていうんだっけな、クレームディスカウントボーナスだったかな、ノークレームボーナスっていうやつがあるんですよ。ノークレームボーナスで、それが等級と一緒で、日本のね、等級ね、証明書を出してもらえば確かね使えたはずです。イギリスで車買って、保険かけるときに確か大東京火災だったかどっかから英文の証明取っていただいて、でそれでちゃんと使えたんで、ただ僕はもう運転しなくなって随分時間が経ってるもんですから、そのせいで、今回はなしと、今回はなしということでゼロからスタートになったもんですから、結構な、値段します。これ5年ぐらいするとね、300ぐらいまで落ちるんじゃないかな。そしたらコンプリヘンシブに全部カバーしてもらえるやつに移ろうかなというふうに今のところ考えています。ただまあスタートはあれですね、1箇所だけっていうやつで、なおかつ相手へのダメージ、物へのダメージ、対物、それから盗まれる、それから火をかけられるこの辺がちょっと海外だなっていう感じしますけど、結構ね危ない地域だとあるんですよ。車、道端の車にねガソリンかけて燃やしてるやつらがいるんですよね。結構怖いんですけど、そういう地域もあるんで、まあいたずらの可能性はあるんで、まあそれだけはかけとこうと、いうことにしてます。あとこっちにね書いてあった、タダで全部含まれてますよのパーソナルインジャリーカバー、基本的にはやっぱり相当深刻な怪我じゃないとダメらしくて、なおかつ出るお金もまあ本当スズメの涙程度なんですけど、まあでも ないよりはいいかなっていう、20万円ぐらいあったかなは出るそうです。20万じゃねえ、もうどうしようもないのかもしれないですけどね。
という具合でとりあえずこれで保険が取れました。保険払いました。なんで、保険証書が明後日までに、保険証書じゃないな、保険の情報が明後日までに、届くと、メールで届くっていうことなんで、それを受け取り次第、車両税を払って、で車両税払ったら、今度はなんだっけ、警察行かないといけないんだったかな。結局そのシールみたいなのあるじゃないですか、日本でも車検のシールみたいなやつ、 ああいう感じで税金払ってますよっていうのをきちんと表示しないといけないんですね。出せるかな。そいつを出しておかないとダメなんですよ。よいしょ、アイルランドタックスディスクかなんか出てくるんじゃないかな。ディスクとよっ、あら C だった。これですね、こういうやつを車に必ず、つけておかないといけないことになってるんです。でこれをバイクの場合であっても、これ分かりやすいですね。こんな風に貼っておかなきゃいけないんですよ。でなおかつこっちも分かりやすいな、これですね、よこれ、これが車両税ですね。車両税払ってますよっていうのをこういうふうに出さないといけない。で隣にあるこれが車検証ですね、車検のやつですね。この人ここに入れてませんけど、本当は任意保険の証書も入れとかないとダメです。で任意保険の証書も入れとかなきゃいけないということで、全部取らないと乗り出しちゃいけないという決まりになっております。強制保険はないです。任意保険が、強制代わりということですね。でこいつらは届くのにまだしばらく時間かかるんで、かかる間2週間から1ヶ月って言ったかな、警察に行って、でこれこれちゃんと申し込んでありますっていうのを、レシートを見せて、でそのレシートにハンコを押してもらってくれというふうにバイク屋さんが言ってたんで、それをもらってくるということになると思います。で保険は一応木曜日からかけることにして、で言ってることを信じれば今夜か明日の朝ぐらいには情報が来るということなんで、保険のね、それを使って、今度は車両税の申し込みをしようと思います。車両税の申し込みが終われば今度は警察です。警察ではこれ撮影はできないよね、きっと怒られるよね、怒られるっていうかもっと深刻なことになるよね。それは やめておきます。なんか怖いんでやめておきます。で、それが全部終わったら長いね、バイク屋さんに行ってバイクを受け取って、で運転ということになると思います。よろしくお願いします。お疲れ様です。Thank you.